1月9日土曜日曇り。いじめが再発しそうです。でも僕は以前の僕とは違う。今度は耐えられるはずです。奥田はもういない。それに僕には切り札がある。どうしても我慢できなくなったらあれを使えばいい。数日前まで感じてた不安感は今ではもうほとんど感じません。学校に行ったおかげです。僕にしかできないことが存在するということがこんなに清々しいものだとは思いませんでした。素晴らしいです。